はい、関口より嬢さんの昭和サイズが17センチです。お願いします。はい、これは迫力がありそうな感じがしますね。頭にこのように干潮のように墨がバシッと決まっております。墨も結構これ飛板の上の墨って動きますのでね、もっと小さくなったりすることもあります。でもしっかり決まってますので、池見ではバッチリ見えますね。色も赤いです。はい、横墨の感じも良さそうな感じがしますね。さあ、今決まっているのがこのまま秋を迎えて有利なのか、それとも全く決まってないのが墨が出て逆転するのかですね。今の段階でやはりこれぐらい墨が決まっていると審査員の目から止まって入賞するような感じがしますけども、数ヶ月で結構変わってきます。サイズもまだこれ小さいですが、あと5センチ伸びるとまた変わってきますのでね、その辺もご覧ください。はい、いかがでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。